アレクサンドル三世郷は、フランス、パリのセーヌ川に架かる橋である。1900年、パリ万博当時のアレクサンドル三世郷アンバリットを望む、この橋は、フランス共和国の大統領サディカルノーと、ロシア皇帝アレクサンドル三世の間に結ばれた友好の証として、 ニコライ2世により1900年のパリ・万国博覧会に合わせて建設、パリ市に寄贈された。橋は、アンバリット広場とグランパレ、プティパレの間を結ぶように建設された。建設は、エンジニアのジャン・レサル、アメデ・アル・ビー、建築家のジョゼフ・カシアン・ウェルナール、ガストン・カズンに任された。橋は、鋼鉄製、幅40メートル、長さ107メートルで3つの関節を持つ。 単一アーチ橋で中央に橋脚を建てることなくセーヌ川を位置、またぎしている。両端には石造りのトンネルがある。アレクサンドル三世橋の礎石は1896年にニコライ二世によって設置され、1900年のパリ万博に際して落成した。橋の岩、下流側には1900年4月14日、フランス共和国大統領エミールルーベが パリ万博を開会し、アレクサンドル三世橋を除幕したと記された記念碑がある。アレクサンドル三世橋は、アール・ヌーボーの街灯、天使や仁平の像、ベーガソスといった華麗な装飾で有名である。四隅の17メートルの高さの柱の上には、それぞれを意味する女神像が立っている。また、装飾にはそれぞれテーマがあって、となっている。 レオポールセダールサンゴール卿、コンコルド卿、アレクサンドル三世橋、アンバリット橋、アルマ橋、ありがとうございます。